腕の見せ所ですね。ここまでの流れ全部あんたの仕業でしょ。当然。そもそも好印象なんて与える必要ないじゃん。味噌と醤油どっちがいい？味噌。僕が作った美味しい豚よ。ごちそうさま。あいつの仕業ってことは、おそらく天気は朝まで変わらない。悪あがきしても無駄ってことなら。受けて妥当じゃない。カズキ君止まってきな。いや、さすがにそれは。大丈夫、絶対手出さないから。そっちがそれ言うの？よし、そうと決まればお風呂、お湯入れてくるね。おー、さっぱりした。ダッサ、なんでインしてんだよ。思わず出てきちゃいましたよ。腹出して寝るなって言われたから。こんなダサい格好でラブ展開などありえぬだろう。こやつ羞恥心を捨てて抗おうというのですか。